別所貴博です。僕が撮影している場所って千里川っていう場所じゃないですか。本当に頭上を1秒ぐらいでもう飛行機が向こうにザッと行くっていうので難しいんですよ。難しさって2つに集約されていて、圧倒的に速いスピードが、圧倒的にでかい、この2つ向こうにいる時には割とちっちゃいんですよ。1秒でフレームアウトするぐらいのでかさになったかと思うと、もう次の1秒ではもうちっちゃい状態になっているっていう、この圧倒的なサイズ感の変化ぶりと、それがもう1秒か2秒ぐらいで終わってしまうっていうことのスピードっていうのは、改めてやはりむちゃくちゃ難しいことなんだなっていうのは感じます。難易度が高い撮影であればあるほど、一番難しい部分だけに集中できるように、全部他のことは考えたくないんですね。8やとオートフォーカスを全任せにできる、飛行機だけが選べるっていうことのすごい大きな利点になってくると思います。 Z8 の凄まじいオートフォーカスが僕のテンションを爆上げしてくれる。飛行機がちゃんと見えてる状況やと全て当ててきます。白母どころか暗闇でも来ます。後から僕自身がデータを見ても驚きました。これ異次元だなと思って、はい、4項目の撮影メニューっていうのが設定しておけるんですね。例えばシャッター速度であったり F 値であったりだとか、ほぼ全ての項目っていうのを撮影メニューごとに設定してバンキング、これを僕は例えば名前をね、シュート A はランディングっていう風にしてます。飛行機の着陸用の設定です。で次がテイクオフです、デパーチャーです。あの離陸していくような設定にしています。なぜかというと、飛行機の離陸と飛行機の着陸ってほぼ正反対の設定が必要になってくるからなんですね。現地でいちいち離陸していく飛行機が終わったら着陸していく飛行機用にこう設定パパって変えていこうとかやっていると、シャッターチャンスなくなる。でそれがファンクション1に瞬時に割り当てられているのですごく便利でした。すごく思ったのは、ホールディングも含めてカメラ全体がものすごくこう、それを使う人間にとってハンドリングしやすいカメラなんですね。オートフォーカスも考えなくても飛行機に当たってくれている、写真家の動きをこう自由自在にこうサポートしてくれるような、そんな印象が今回撮影していてありました。 Ready! Action!